が食べてもいいよ。水槽？人に食べてもらうとね、魂がその人の中で生き続けるんだって。君は本当にすごい。白状すると僕は君になりたい。私ね、ハルキになりたい。ハルキの中で生き続けたい。いや、こんな言葉じゃ100並べても言い足りない。ううん、そんなありふれた言葉じゃダメだよね。僕は、本当は、私はやっぱり君の膵臓を食べたい。ジャバミユメコと申します。ユメコで、いいですよ。私とギャンブルしない？私とギャンブルしませんか？私と一戦。大歓迎です。絶体絶命ロシアンルーレット。ギャンブルは狂っているほど面白い。好きだ。伝えるはずだった思いはあの雨にかき消されてしまった。好意、待ってるだけじゃ始まんないよ。親同士が再婚して告白できずじまい。リオ君は今でもあかりちゃんのことが好きなのかな。ユネっていい子だな。そう言える山本さんもすごいいい子だと思うよ。みんなが幸せになる方法があればいい。いつだってそのための選択をしているはず。カズのグレイスフィールドハウス孤児院、優しいママとたくさんの兄弟。柵の向こうは危ないから近寄っちゃダメ。ハウスでの生活は私たちに里親が見つかって外の世界へ旅立っていくためだと思ってた。だけどここは違うよね。さっきのはママじゃない。あれはコニーじゃなかった。あれはコニーだった。私たちは食べられるために生きてる。鬼の手先だ。僕らが食用肉で、ママは僕らを管理して見張ってる。秘密を知られたの。あなた昨日誰かと門に行った？見つけた。ここにいたら殺される。全員一緒に逃げよう。脱獄だ。私たちの体のどこかに発信機が埋め込まれてる。脱獄は絶対にかなわない。戦略を競うゲームだ。モールス符号になってる。ダウト、疑い。私と手を組まない？子供たちのもとに内通者がいる。あいつの思い通りにさせてたまるか。おめでとうノーマン、あなたの出荷が決まったわ。正しく諦めることよ。外にはあなたたちが生きられる場所なんてどこにもない。ないなら作ればいい。生きられる場所を私たちが。大丈夫、絶対に諦めないでね。ママ止めないと。チェックメイト、絶対に生き残るよ。ねえ。約束のネバーランド。さようなら。